宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第244回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週宮永はですね、岸もじんさんに唐組さんのお芝居を見に行ってまいりました。でね、これだけ聞くと状況がよくわからないかなって思うんで、ちょっと説明させていただくと、唐組さんというのは唐十郎さんの率いている劇団で、テントの中でお芝居をされるんですね。テントを張ってその中でお芝居をされるんですよ。なのでいろんなところを転々としてお芝居をされるんですけれども、先週は池袋の方にあります、岸もじんさんの境内っていうのかな、わかんないけど、敷地内にテントを張ってお芝居をされていたんです。ちなみに今週は花園神社でお芝居されるようですよ、みたいですよ。ちょっと今回は行けないですけれどもね。はい、その前の週だか、その前の前の週だかも花園さんでやってて、で他のところにも行って、岸門神に行って、また花園さんって感じでお芝居をされてるみたいです、今回の演目は。いやテントのお芝居を見るとね、その時期になると、あったかくなったというか、暑くなったな、夏だなって思うんですよ。やっぱりね、冬はないですね。どっかでやってんのかな、わかんない、冬は見に行ったことがなくって、で、だいたい蚊に刺されるとか虫刺されの薬を持ってった思い出とか、演目によっては、これは椿組さんですけれどもね、見る前にビールを売りに来ていて、そのビール買って飲みながら見た思い出とか、そんな感じですかね。そうやって考えるとさ、劇場と違ってちょっとこうラフな感じで見られる、ラフなっていうか座り方もめっちゃラフですけれどもね、床に、床っていうかほら地面に少し何か敷物を敷いて、そんなに痛くないようにして、でも斜めだったりするんだけど、そこにみんなで座ってる、いわゆる桟敷のお席とか、後ろの方とかね、場所によっては椅子になってるお席を用意してくださるところもあるみたいですが、はい、テントのお芝居は夏だなと思うわけなのであります。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。ですね、宮永の住んでいるアパートにまた空き室が出たようでございます。なんでそういうことをね言うかって思う言うと言うかって言うと、あのね、隣から工事する音というか掃除してる音というか、よくわからないけど、引っ越しの音じゃないし、引っ越しが終わってることはもう確認済みなんですよ。なんかね、ガゴーンとソーンビシューンみたいな、なんかよくわからない音が聞こえてきてるから、あー、隣リフォームしてんのかなって思っているんです。だからつまり何かというとね、今日も家の中がうるさいわと。いやさ、本当さ、何なんだろうなってぐらい周りが引っ越しブームでっていうか、いや、ね、ちょっと前まで空き地だったところに1軒2軒3軒経ちまして、本当ここ半年ぐらいで3軒経ちまして、で
宮永も同じ建物内で引っ越してみたりしたんだけど、そしたら宮永の家のお隣が引っ越したっぽくって、うん、でまたそこも結構ね愉快なというかドスンゲスンという、はい、音がしているからさ、まあ、結局結論から言うとうるさいわけですよ。まあ、生活音というよりさ、なんだろうね、工事音だから、生活音だとさ、なんかこういろいろさ想像して、あ、今こういうことかなとか、あはははは、携帯鳴ってる、バイブバイブとか思ったりするんですよね。ブーブーとか聞こえちゃう、携帯鳴ってますよとか思ってたりするんだけど、うん、そうじゃなくて、やっぱりちょっとこうね、日常の生活音よりはうるさいかなと、うるさいかなって思いますね。まあきっとね、宮永もねこうやって喋ってたりするから、隣の人からすれば不思議な人だったんだろうなとは思いますけれどもね。やっぱり人間ってうるさい生き物なんだな。はいはい、というわけで、あの先週お芝居も見たんですけれどもね、なんとなんと山登りにも久しぶりに行ってまいりました。そしてようやく筋肉痛が解けたところでございます。うん、あの宮永はですね、西武池袋線沿いに住んでいるんですけれども、住んでてなんだよ、うん、住んでいるんですけれども、池袋線のこう奥の方に行くとね、飯能ってあって、そこからさらに行くと秩父ってあるんですよ。つまり飯能から秩父までの間っていうのは、どこで降りても山がある、登山口があるっていう場所なんですね。なんで、まあ、どこに行こうかなって思いつつ、山に登れるような装備というか、まあね、荷物と格好をして思いついたところで降りれば必ず山はあるぞと、はい、そんな環境下に住んでいて、前はねよく登りに行ってたんですけれども、ここ最近ちょっとね土日のお休みがなかったりもして、でね、今回はあの撮影入るかなって思って、いろいろこう空いてたスケジュールのところが、まあ、撮影飛んでなかったので、よし、じゃあ山に行きましょうやということで行ったわけでございます。阿賀野っていう地名ご存知ですかね。あの我がとかいう意味のね、上に漢数字の5を書いて下に口を書く、それに野原の野で阿賀野という地名があるんですけれども、今回はですね、西阿賀野から、違うな、阿賀野から西阿賀野に向かって山を登って降りてまいりました。あの高山不動尊っていうね、お不動様があるらしいということで、本当はあの違うお不動様にも行こうかなって思ったんだけれども、まあ、いつもねどこから行こうかなって思って、割とねこう、ここは前登ったなとか、あ、ここは前登って足痛くなって爪剥がれたなとか、いろいろねあの思い出があるので、今回あまり登ってなさそうなルートをと思って、ネットで見つけたハイキングコースを逆から進んでみるということにいたしました。はい、そしたらですね、まあなんていうかね、キノコを結構見かけたね。雨上がりだったからかな。でも 1日2日で伸びるわけじゃないから、まあもともと伸びてたのかなとも思いますけれども、登り始めに見つけた、おそらく材木屋さんであろうところの木のこう束ねてというか、こう積み重なってるところでは立派なキノコが生えていて、うわーキノコ生えてるよ大丈夫かこの材木とか思いながら、うん、キノコだって見てみたりとか、あとは山の途中で、これ絶対さキクラゲの仲間だよねって思ったんだけど、黒いのと白いのとみっしり生えてて、でキクラゲに違いないって思って写真撮ったんだけど、後でさネットでキクラゲって見たらちょっと違うからさ、あれもしかしてキクラゲじゃなかったのかな、黒キクラゲと白キクラゲだと思ったのにと思って、まあ、大丈夫です大丈夫です、あの虫って食べてみようなんて思ってないし、写真撮っただけでちぎってないし持って帰ってないしお腹にも入れてないので大丈夫なんだけど、なんかキクラゲだと思ったのにキクラゲじゃなかったっぽい。あとはね、あの地図を一応スマホに入れてね、それを逆から登っていくからここでこうなるんだよねとか思いながら、その地図を見ながら進んでったんだけど、地図通りに行こうとしたら途中にね、なんか縦札というかね、縦板というか、立ってないな、あの板が準備してあって、でこの先ちょっと行けなくて、ここだからここから登るといいよみたいな板があったから、
うん、そっか、この先行けないのかって、いや行けないって書いてないんだけど、なんか×書いてあったから行けないって意味なのかなと思って地図から外れていったら、めっちゃなんか絶対これで騙されたよねっていうよくわかんないルートを進んでしまったりとか、うん、まあ一応あの大丈夫です、無事にね帰ってきて、こうやって無事に帰ってきてあのラジオ撮れてるので大丈夫なんですけれども、途中はだいぶあの不安な思いもいたしましたね。だってさ、GPS で今いる場所って思って、あの現在地調べたら思いっきり山の中にポツーンって出てね、道になんか一個も出なくって、一個も出なくって、ポツーンとね、そう GPS で私はここ、そうだね、山の中、ははみたいな感じのね、絵をね、映し出してくれて本当に心細かったんですよ、一瞬ね。あとさ、なんかこう山もさ、山のさこう登山道っていうのがなんて言ったらいいんだろう、高尾山とかだとやっぱすごい人がさたくさん登るっていうのもあるし、ものすごく整備されてるっていうのもあると思うんだけど、ここでいいだろうなって思うのね。だけど明らかにこれでいいのかな、これ合ってるかなって思いたくなるような登山道というか道なんだよね。獣道みたいな感じに見えちゃったりとかで、途中にじゃあこっちがあの滝の方とか、こっちがお不動様の方とか縦札あるんだけど、この縦札合ってるのかな、大丈夫かなとか、ちょっとこれなんかちぎれてんですけど大丈夫ですか、いつのですかとか、あとはこうその縦札が指してる方だからこっちでいいんだと思うんだけど、もう一個なんか微妙な位置に道もあったりして、これ大丈夫かなとか、ほんとなんだろうね、分かりにくいよね山の中ってね。もちろんさ、登ったり降りたりしていればそのうちどこかにたどり着くんだろうなと思うんだけれども、きちんと道になっていない分、陸地でっていうか陸地、どこも陸地か、なんだろう、街中で道に迷うのとは全然違う、なんかこう心細さがあるよね。山ってさ、やっぱりさ、人の陣地じゃないんだなって、うん、登ってみながら、本当は絶対誰かの持ち物になってるんだろうし、地主さんとかいたりするんだろうし、もしかしたら国のものとかだったりするんだと思うんだけど、なんだろう、なんか人間が絶対的にここは偉いわけじゃなさそうだなっていうちょっとした不安が、うん、押し寄せてきたりするのはなぜかなって思うんですよ。やっぱそれが自然、大自然なのかな。あ、でもね、今回は滝が3つ見れるっていうコースを選んでね、本当は滝を見てから山に登って降りてくるっていうなんかコースなんだけど、それを逆に行ったから、先に山に登りきってで降りてく途中に滝を見るみたいな感じに、うん、そんな感じにコースを選んでみたんだけど、ある意味行ってみて正解だと思った。だってね、上の方の一番だから本来だったら最後に見る滝ってほとんど水がなくって、でしかもその水がないのが売りみたいな滝で、ちょろ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 ってなってて、でその次のところもなんかちょろ、あ、もっとなくってちょろんちょろんちょろんってなってて、で最後のとこでようやく、あ、うんうん、これぐらい流れてたら滝かな、うん滝だな、うん、よし滝として認めようみたいな、そんな感じの量流れててね、うん、思ったこと、これ逆に言ったらどんどんがっかりするパターンじゃないのって思っちゃいましたけれどもね。なんかそのね、ないやつ、あの水がないところは修行場らしいよ。何の修行？水が来ないことに対しての修行？それともなんか思い出したようにパチュンってくる、このイヤーンっていう感じの水に対してこう心を落ち着かせる修行？よくわかんない。やっぱさ、こう滝で修行しますよ、ズバーみたいなところでさ、なんかこう白い着物とか着てさ、もうほんと何言ってるかわかんないぐらいの音量の中で一生懸命なんか唱えてそうなイメージなんだけどな。それって私だけなのかな。まあいいや。うん、というわけでね、久しぶりにね山に登って、なんか目チカチカしてたりしたんだけど、それもすっかり目がすっきりいたしまして、そう行く前にね、まあそれ宮永が悪いんだけど、行く時にやっぱちょっとこう電車でね長いこと乗ってるから、その間にねモンハンをやっちゃったんですよ。そしたらコンタクトだったから目乾いちゃって、めっちゃ目がしょぼしょぼしてて、
で、それからもう目しょぼしょぼしてるのにメガネ持ってきてないや、どうしようとか思いながら山登ってったら、やっぱ湿気があったのかな。あと目、よくね、緑は目にいいとか言うけど、緑のおかげなのかな。うん、こうしょぼしょぼしてたのも治りまして、うん、すっきりとした感じで、まあ、ちょっと足はカクカクプルプルしてましたけどね、降りてきた時はもう小鹿さんになってましたけれども、山ってさ、やっぱそうだよね、登ったからには降りないといけないから、そういう意味ではスポーツとして最適だと思う。だって例えばこうすぐあーもうやだ疲れたやめようって思えるような場所だったら宮永絶対続かないんだよね、あの根気がないから。あとスポーツそんなに得意じゃないし。なんだけど山ってもう登ったからには降りないといけないし、誰も助けてくれないから降りるまでは頑張るじゃん。だからまあ何かをやりきるっていう意味ではすごい、うん、宮永には向いているのかなと思いますけれども、はい、そうやってね、小鹿になりながら降りてきて、もう足がですね、もう寝る時にはもう足が痛いよ、足が痛くて眠れないよと思いながらサロンパスとか貼って寝てみたんですけれども、そこから丸2日ぐらいね、足が痛いよと思いながら暮らしておりました。はい、筋肉痛ですね、思い切り筋肉痛になって暮らしておりましたけれども、ようやく治ってですね、はい、またいい空気を吸いに、そして謎のキノコを探しに山に行ってみようかななんて思っております。そういう意味では、うん、好きかな、好きだよ。というわけで久しぶりにお散歩小道というか、むしろ登山、うん、登山、私的には。でもね、ハイキングコースって書いてあるんだ。ハイキングじゃないよ、あんなの、こめっちゃ登山だよ、めちゃめちゃ大変だったよって思ってるけど、まあじゃあお散歩、うん、山にお散歩に行ってきたよというわけでございました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会、マイマイつぶりの歩いた後には。もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただければ一番最初に出てまいります。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたしました。